はい、ちくわです。今回はアスターアークというゲームをご紹介します。こちらのゲームはムーンベイルエンターテイメントという、ね、Web3 ゲームスタジオが手掛けるタワーディフェンスゲームとなっておりまして、他にもね、マルチプレイヤー戦略ゲームのプロジェクト B というゲームがね、秘密裏に制作されていたり、最近ね、540万ドルの資金調達を受けるなど話題となっているゲームスタジオになっています。で、そんなムーンベイルから新作タワーディフェンスゲームということで、期待も高まっておりまして、このね、アスターアークは PVP や PVE の他にも協力プレイなどもできるようで、他のプレイヤーと協力をしながら強大な敵に挑んでいくと、こういうこともできます。で、このね、ムーンベイルではディスティニーテトラ、エタニティテトラ、インフィニティテトラというね、3種類の NFT があるようで、これらをね、持っていることによって、ムーンベイルに関するイベントの早期アクセスやトークンのエアドロップなどが受けられるようですけれども、この、ね、NFT が直接ね、アスターアークと関わりがあるかとなると、ちょっとね、ざーっと見た感じでは分かりませんでした。はい、こちらがね、ムーンベイルの公式ホームページになってまして、こちらのゲームではね、司令官というものがいまして、これですね、こういう司令官がいまして、この司令官をまずは編成して、いろんな、ね、ユニットを配置していくというゲームみたいです。でね、おそらくですけども、多分ね、こういう司令官によって多分特徴が異なるという感じかな。で、このね、動画の撮影日が今ね、1月の29日なんですけれども、もうちょうどね、この1月の29日までで、アルファテストが行われているということのようで、ちょうどね、1月の29日の午前12時までとなっていまして、とりあえずね、アルファテストは今のところね、終わってしまっているという感じですね。なのでね、今の段階ではね、今すぐ参加をしますと、ここで、Windows かな、あとね、あとは Android の、ね、スマホからプレイできるんですけども、ちょっとね、この動画の投稿日にこれがね、プレイできるかどうかはちょっとわかりません。あとはね、事前登録というものもやっていまして、このね、事前登録のね、人数によって、いろんなね、報酬がアップグレードするようで、今のところ5659人の人が事前登録をしているということですね。でね、これが1万人に達すると、バースシャウトというものがね、300個もらえたり、でこれがね、5万人に達すると、バースシャードをプラス、なんかこう、燃料パッケージというものももらえるようですね。まあ、こういうね、事前登録報酬というものもありますので、ぜひね、気になった方は登録してみてください。はい、ということでね、期待の Web3 ゲームスタジオ、ムーンベイルが手掛ける新作の NFT ゲームであります。アスターアークご紹介してきましたけれども、かなりね、新作の NFT ゲームということで、ちょっとね、ホワイトペーパーも見つけられずに詳細をね、お伝えできずに申し訳ないんですけれども、まあ今後ね、いろんな情報が出てくると思いますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この動画がいいなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。